タイ・トゥイバサは、オーストラリアの男性総合格闘家。ニューサウスウェールズ州シドニー出身。タイガー・ムエタイ &MMA、TKMMA& フィットネス所属。元オーストラリアン FC ヘビー級王者。タイ・トゥイバサとも表記される。サモア人の父とウィラジュリの母から生まれた。ナショナルラグビーリーグのシドニー・ルースターズに、所属していたが、自身のギャンブル癖で辞めている。 格闘技は17歳から始め、2012年に総合格闘技デビュー。2016年6月18日、オーストラリアン FC ヘビー級タイトルマッチで、ブランドン・ソソリと対戦し、肘打ちで小勝を収め王座獲得に成功した。2016年10月15日、オーストラリアン FC ヘビー級タイトルマッチで、ジェームス・マックスウィーニーと対戦し、 コーナーストップで TKO 価値を収め初防衛に成功した。2017年11月19日、UFC 初参戦となった UFC ファイトナイト、バードゥーム VS タイブラで、ラシャド・コールターと対戦し、左飛び膝蹴りで小勝ち。パフォーマンスオブ・ザ・ナイトを受賞した。2018年6月9日、UFC225 でヘビー級ランキング9位の、 アンドレイ・アルロフスキーと対戦し、3から0の判定勝ち。2018年12月2日、UFC ・ファイトナイト、ドス・サントス VS ・トイバッサでヘビー級ランキング7位のジュニー・オールドス・サントスと対戦し、パウンドで TK を負け。2019年6月8日、UFC238 でヘビー級ランキング13位のブラゴイ・イワノフと対戦し、0から3の 判定負け。2020年10月24日、UFC254 で、ステファン・ストルーフェと対戦し、右アッパーで 1RKO 勝ち。2021年7月10日、UFC264 で、グレッグ・ハーデと対戦し、カウンターの左フックでダウンを奪いパウンドで1、RKO 勝ち。パフォーマンス・オブ・ザ・ナイトを受賞した。ありがとうございます。